ボフォース 40mm 機関砲は1930年代初頭にスウェーデンのボフォース社が開発した対空機関砲第二次世界大戦時における最も有名な対空兵器のうちの一つ戦艦機に盛んに各国に輸出されイギリス、アメリカ合衆国、ポーランド、ハンガリー、ソビート連邦、大日本帝国などではライセンス生産も行われ連合国側 数軸国側両方で使われた。特にアメリカ海軍の艦艇に搭載された対空兵器の中で最も多くの航空機を撃墜したと言われている。関西に加え、地上設置型も広く使用された。一部には航空機に搭載されたものもある。日本軍も太平洋戦争序盤、マレー作戦により、マレー半島を占領した大日本帝国陸軍がイギリス軍から旅客し、 コピーして使用することを試みた。1945年に五式 40mm 降車機関砲として完成したが製造に手間取り、陸軍では終戦間際に国産として2門、大日本帝国海軍では35門を製造したにとどまったとされている。戦後も主に西側諸国で使用され、70口径に長方進化され、新しい完成システムを付加した戦後型も作られた。フランス、 カナダ、オーストラリア、ノルウェーでは、現在も一部で使用され続けている。また、アメリカ、イギリスにおいても、最近まで防空用として使用されていた。また、対空兵器としてでなく、アメリカ空軍では、AC-130 ガンシップの地上攻撃用火砲として、スウェーデン陸軍では、STRF-9040 不標戦闘車の手法として、現在も運用されている。 40mmL60 本砲は、スウェーデン海軍が運用していた、QF 日本の砲の後継機として開発された。契約は1928年に締結され、まず1932年、25mm 後継として、試作した M32 が発表された。続いて、本命として 40mm に大後継化された M36 が開発された。 開発は1933年に完了し、1936年に発表された、ボフォース L70 第二次世界大戦後に実用的なジェット機が登場すると、従来の機関砲では、初速、射程ともに十分とは言えなくなった。ボフォース車は 40mm 機関砲を改良する。一方、より強力な 57mm 機関砲を設計した。 新しい 40mm 機関砲は初速秒速 1030m で砲弾は従来より長さがあるが軽い 870g の 40x364mmr 弾になった。発射速度は毎分240発に増やされた。砲の旋回も人力から電動に変わり車両の正面に置かれた発電機から電力を供給される。 最初のバージョンは1947年に生産され、40mm のルバキン M48 として1948年に受領され、1951年にスウェーデン軍に配備された。さらに改良され、発射速度は 300rpm になり、さらに 330rpm まで改良された。1953年11月には、 NATO の標準的な対空機関砲となり、アメリカ軍の M247、サージェントヨーク対空戦車にも採用された、STRF9040 や K21 などの不評戦闘車の手法としても採用されている。ヤグアル級魚雷艇搭載の 40mmL70 イタリアノブレダは、ボフォース車から 40mmL70 機関砲の製造ライセンスを獲得し、 1960年代から同砲を用いてイタリア海軍向けに単装型、連装型など各種 40mm 機関砲搭載砲塔を開発した。それに続き開発した連装砲塔がコンパクトであり、コンパクト40とも呼ばれる。コンパクトは 40mm 連装機関砲を強化プラスチック製無人砲塔に搭載している。 ドーム型の砲塔の両側面と後面には整備用のハッチが取り付けられており、砲塔直下には砲塔と一体化した即応準備弾を装填した回転式断層が配置されている。回転式断層はタイプ A とタイプ B の2種類のタイプが存在する。断層から薬室への装填、発射、排射やの一連の動作は自動化されており、2問合計で、 毎分最大600発の発射速度を確保している。砲塔の旋回、不行動作は電子制御により行われ、砲塔内部に旋回、不行用のモーターが設置されている。コンパクトはイタリア海軍をはじめアジアや南米の各国で採用されている。ブレダ社はコンパクトに続き、発射速度を2問合計で毎分900発まで向上させた。 ツインファスト40もしくはファスト40と呼ばれる改良系を開発している。コンパクトはイタリアが開発した CIWS ダルドシステムを構成する。ボフォース社でも艦艇用に単装砲塔を開発、スウェーデン軍をはじめいくつかの国で採用されている。続いてトリニティまたは C トリニティと呼ばれる CIWS も開発している。C トリニティは 炭素機関砲に標準用のレーダー、光学センサーを搭載した砲塔から構成されており、砲塔には有人型と無人型がある。巡視船は薄島搭載のマーク。三トリニティマーク三は、ボホース五十七ミリメートル砲、マーク2に類似した砲塔を有し、三 p と呼ばれる特殊弾を使用する。三 p は、プリーフラグメンテッドプログラマブルプロキシミティフーズドの略で、耐水上及び、 対空両用で目標に対する距離が測定されると自動的に新艦にデータが入力される。射撃は4点バーストで行われ、それぞれの弾薬は時間差を設け、順次炸裂する様に設定されている。ニテロイ級フリゲートのモッドフラッグ回収に再出追加搭載されたほか、海上保安庁の阿蘇型巡視船、日田型巡視船の主兵装に採用され、 四季島型巡視船の2番船、秋津島にも搭載された、L70 用 40mm 弾、弾丸が青いのは演習弾であることを示す、RUSE アメリカ、イギリスの対空砲として登場、ウォーゲームレッドドラゴンナト陣営で、使用可能な艦船の武装として、L60 が登場する、ウォーサンダー一部の対空車両や、艦船の武装として登場する、 ワールド・オブ・ウォー・シップス駆逐艦から戦艦、空母まで多数の艦船の対空砲として L-60 が搭載されている。ゲーム内では連装、4連装、6連装のものが見られる。また、ドイツの旅客品のフラッグ28として単装バージョンのものも登場している。エース・コンバット・アサルト・ホライゾン AC-130、ユース・プーキーの武装として L-60 が登場する。 作中での故障は 40mm 機関砲、艦隊コレクション艦これから IO r ための初期装備として L64 連装バージョンが登場し、各戦艦が使用できる。その後、本家のゴトランド改めの初期装備にもなり、戦艦以外でも使用できるようになった。アズールレーン各艦の装備アイテムとして2連装、レーダー付き2連装、4連装バージョンが登場している。 Call of Duty シリーズ COD4AC-130H スペクターの武装として L60 が登場し、プレイヤーが使用できる CODMW2AC-130H の武装として L60 が登場し、プレイヤーが使用できる CODMW3AC-130H の武装として L60 が登場し、 プレイヤーが使用できる。バトルフィールドシリーズ、BF1942 米軍、アメリカ海兵隊、イギリス軍、ソ連軍の対空機関砲として登場する。また、なぜか、昇格にも搭載されている。BF1943 日本海軍、米海兵隊双方の対空機関砲として、対空照準機付きのものがマップに配置されている。BFBC にシングルプレイで、 主人公らが潜入する島の至るところに日本海軍が設置している。主人公らの潜入に合わせて島に対する空爆を始めた海4ユーコルセアを迎撃し弱干数を撃墜する BF3、BF4AC-130 に搭載されて登場する BF5 固定対空砲としてマップに配置されている。イギリス軍の対空戦車にも搭載されている。 メタルギアソリッド3 m c 1 3 0コンバットタロンに2問搭載されているゾンビーズガンシップゲーム内の 40mm 砲として登場する藤木平八郎母ース 40mm 機銃物語世界の観戦375号 P92 から971908-17年佐山二郎日本陸軍の家宝機関砲要塞砲属光つ社2012年 137ページ、梅の数を、日本海軍の解剖艇について、世界の感染320号、P104 から105、1983年 ht t p、http://www.navweaps.com、スラッシュ weapons、スラッシュ w n i t 4トルから70ブレーダー、htm イタリアンをドブリダ4 0トル。 7ボファースコンパクト、ファーストフォーティアンドアザーバリエーションズハット http コロンスラッシュスラッシュ www.navweaps.com スラッシュウェポンズスラッシュ wnsweden 4トルから 70m1948htm スウェーデンボファースミ4 0ー、mm, ト7 0十モデル1948、モデル1958 c t r i n i t y a n d m a r k 3 h t t p コロンスラッシュスラッシュ www.mlit.go.jp スラッシュコモンスラッシュ 0005577.pdf 平成22年度国土交通省関係予算概算要求ありがとうございます